トレバー・バウアーの去就について、DeNA の三浦大輔監督がコメントした。まずメジャー最優先で今動いているところで、そこの可能性がゼロになった時点でまた交渉が始まると思うので、今は待ちの状態です。とメジャーの出方次第で状況が動くと説明。バウアーの去就には、僕らがコントロールできないとこなので、まずは今いるメンバーで、バウアーを抜きに考えていかないといけない。バウアーがいたらはまたちょっと置いといて、オファーは球団から出してますけど、まずバウアーもまずメジャー最優先なんでっていうところです。メジャーでいろいろとエージェントの方が探してるという状態なので、DeNA はバウアーに残ってほしそうやけど、バウアーはメジャー行きたいんやな。MLB の FA 市場が落ち着き、去就が決まるのはいつ頃やろな。日本の開幕には間に合わないかもな。バウアーが戻るなら戦力は上がるやろうけど、ローテーションの組み直しが他の投手に与える影響はどうなるのかは気になるな。今永翔太のメジャー移籍が決定したし、先発陣のローテーションを昨年とは大幅に変更せなあかんね。今永、バウアー、エスコバーが抜けるベイスターズの今季はなかなか厳しそうやな。若手にとってはチャンスやから頑張ってもらいたい。オフに助っ人を4人獲得してる時点で、いないものとして考えとるんやない？2軍から誰かを挙げて試してみるつもりあったりして、MLB 入りの交渉がまとまらずに、横浜に残留したとしても、昨シーズンほどのモチベーションを維持できるかはわからんね。本人が望む MLB 復帰が叶わなかった場合、再び NPB でプレイするバウアーの士気がどんなものかは気になるところやな。去年、バウアーのいる横浜は脅威あった。ただ今年もし再獲得したところで、去年同様の活躍が見込めるか疑問やな。去年は MLB に戻るためだけに頑張っていた節があるし。残留したとして今シーズンもいい子ちゃんでいるかわからないけど、バウアーが投げる試合は緊張が生まれて見ていて面白いのは事実。本人も本当に DeNA に来たいなら、もうすでに決まっとるやろ。ソフトバンクが取るかもしれんぜ。なんだかんだで結局は DeNA に残留することになりそう。